やっぱりそのすごいクリエイターの人たちっていっぱいいると思うんですよね。もう作業も細かいし、本当にこうこのちっちゃいこの中でどれだけこう表現するかっていう素晴らしさっていうのをもっとなんかクローズアップ、ね、していくべきだと思うし、やっぱりネイルアーティストとしてやっぱりすごい世界の、ね、ところにもっとどんどん羽ばたいていけるような感じかなと思うんですね。高級なアクセサリー、指輪であるとかネックレス、イヤリングで、わーってこうみんなが見てしまうような、うん、そういうものになり得ると思うんですね。例えばダンスとか指先足先ってすごいおろそかになりそうなんですけど、そこすごい大事じゃないですか。結構先端まで気を使ってなんかプロフェッショナルに見えるみたいな。でそこがおろそかになると、いくら他で頑張ってても見る人は分かるっていうか、そこってやっぱりなんかこう小さいこのね片手5本のスポットですけども重要なんだなっていう。やっぱ写真でネイルが入っているとあのクオリティが上がるというか、アーティスト性っていうか、そういうのがすごい写真自体のクオリティがすごい上がるなって思いました。作品を作っていくときに誰も見たことがないようなびっくりするようなものというか、こう誰もが手を取って見たくなるような、これをやってはいけないとかこれを載せてはいけないっていうものはないと思うので、そこにチャレンジしていく気持ちがすごく大事なのかなと思いますね。